当たってるしな、これ。
はいよー、うわすごい、これがすごいですね。怖いよー。あ、全部かかった。前が止まるとき、そう、あそこが危険だよ。紹介します、オンドラムス川口のボーン、バイオリン、フンジャラヒロアキ、加藤修司です、3人でやるのは、コロナ前2019年、そんなことは、去年はフンジャラと2人でやったんですけども、ね、11月にね、3人でやるのはすごく、ここでは久しぶりになりました、私は鎌倉のバーラムっていう、この主催の店がやってるところで、毎月ライブをやらせていただいてもらっております。なので、鎌倉は非常にね、しょっちゅう来てるという感じなんですけど、さすがに今日みたいなこの雨はね、3年前もちょっと雨降ってましたけどね。いやちょっとね、下手ですか、俺のせいですか、俺のせいですか、俺のせいですか、全部川口のせいですか。イエーイ。じゃあ次の曲はですね、これ皆さん知ってる方は知ってると思いますが、ちょっと古い古い曲ですが、アイショットアシリスという
サウジングビドルヒントの中豆振ってんだよ、うん、ここ別にするわかんないよ、別にかもしれないけどいいから動けるやつが嬉しい動けるやつ寒いんだもんね寒いもんねじゃあマジブル行きますかじゃあイエーイ、ね、動けるやつマジブルでここ晴れるかな盛り上がってますかイエーイ雨は私のせいですこら、ごぼうおばさん、晴れさせてください終わりました喜んで話させてください。寒い。どこ？私の、約40年近く前のデビュー曲の曲だよね。サリーのバージンブルーというの。じゃあ。感じの
しい。あったかいやつね。あーすいません。今日はセットリストめちゃくちゃです。まあ雨なんで、海がね、いきなり腹立つわかる。8ビートのね、これも昔の、オリジナルなんですけど、愛しのステディーロール。
大変。毛が抜けた。ビールライブ行きましょうか。じゃあちょっと、大人っぽいやつ。Oh.
やー、すごいことになってますね、今日は。あと時間どれくらいです？え？10分ぐらい。じゃあ、あれ行きますか。ザ・ウェイトと、うん、あと早いですね、もうあっという間です。じゃあ、よかったら、あーというコーラスがあるんですが、参加していただけると声を出して帰ってください。あと2曲やりますが、これはもう超有名なというか、まあね、これも知ってる人は知ってる曲になっちゃうかもしれませんが、ザ・バンドの、ザ・ウェイト。I said, what a man.
Thank you.
だヤンダヤンダ俺のせいだクンジャラヒラキ川口のぼありがとうございました。本当に雨の中、こんな感じ。